はい、こんにちは、翔太です。ポケモンユナイトね、やっていくんですけど、まあ、多分この動画がアップされてる日の前日の、多分アップされてるのは8月5日で、8月4日にね、アップデートが入ってて、まあ、結構、ゲンガーのね、ヘドバクタテルミが弱体化されてたりとか、まあ、そういうバランス調整みたいなのがね、入ったんですけど、まあ、そんな中で、多分その、軒並みエースバーンとかさ、ゲンガー、カイリキとかっていうその辺の強いポケモンが弱体化受けてて、まあ、カイリキはさほどって感じかもしれないけど、そんな中で、なんもね、そういう下方修正受けてないサーナイトを、強くなんじゃねって思ったんで、ね、使ってきますっていうのと、半分はそれで、もう半分は、普通にサーナイト実装されてからまだ動画で使ってなかったんで、ね、使いたいなと思いました。あと、この一緒のレーンにいるさ、プクリン、こいつも強化されたよね。なんなら、あれだな、同じレーンにいたプクリンが強かったで、そんな動画はいかんよね、いくらなんでも。ダメですよ、そんな。人のゲームプレイで、金を稼ごうなんてね、カビ、おかげ、パクられなくて、カビ取れんじゃないこれ、なんなら。いけるっしょ、プクリンちょっときつそうだけど。無理か。引き際を分かっておる、あの男。やりよるな。まあ、レベル上げるか。5まではさっさと言っときたい。あと別に無理戦う必要ないし、盗めるなら盗みたいけど。オッケー、ナイスすぎ。プクリン強くね？これなんだっけ、プリンだっけ？クソ強いやん。どういうこと？こいつサポートでしょ？まあ、サポートで言うと私らが一強状態だったんだけど、私らが逆にちょっと下方修正入って、まあ、一強状態が少し、どれも強いよね、みたいな感じになるのかなっていうふうに思いますね。ああ、来てんな、ゴリキ。一緒に行くか。捕まえてくれるなら、取れるかもしんないけど。いやー、待って、ゴリキ殺された。まずすぎ。このテレポート、なんならテレポートのままでいいけどな。オッケー、取れんじゃね？フラッシュ使っていいっしょ、こんな。ナイスナイスナイス。逃げていて。ああ、ゴリキなってるから。僕早くキルリアになりたいわ。サーナイトのさ、あとなんか課金してもらえるさ、スキンみたいなやつ。あれ、いいよな、なんか。エチエチじゃね？ちょ、6遠いわ。レベル上げんの。これ盗みに行くか、プクリン。プクリンじゃないわ。これ、盗むけど。盗めなかったわ。もうほら、ざま見やがれ。ねえ、未来予知が結構強いって話なんだけど、僕割とショックも好きでね、連発で打てるから、ゴリゴリ削っていけるんですよ。ナイス、ナイスカバー。なんなら取れる。まずすぎ。まずすぎ。調子乗った。おとなしく帰ればよかったわ。カメタイム来るしな。まあ、キルリアに慣れてるのはいいんだけど、次のカメ、このカメ取れれば、次のカメの時僕銃になれるからね。サーナイトとして暴れさせてもらいますよ。あ、いや、クマクッキングいる。味方にね、クマクッキングいるんですよ。名前。クマ CKN っていう。この、お気に入りの YouTube です。非常にね、見てると元気をもらえる動画なので、来てる来てる来てる。クマクッキングの話をしてる場合じゃなくてね。あー、そこじゃなくて。来た。マジでさ、不思議罠のさ、ソーラービームさ、リーグオブレジェンドのラックスと一緒だよな。オッケー。カビも取れんじゃないこれ。まずまずまず。チャンスを逃すな。いや、さっきこれで調子乗って僕死んでるから、慎重に行くわ。ルカリオも死にそうになって帰ってきたな。カメが取られそうになったらいつでも盗めるけど。こうね、3連攻撃がまあまあ強い話。逃げたか。いや、これでも多分即キルまで持ってける火力を有してるからね、今。強いっしょ、どう考えても。
レベルただ上げてー。あとこの範囲攻撃だからね、ゴリゴリいける。オッケー、ムーンフォー上がる。ちょ、カビ勝て。あー、これ下詰めづらい。あー、ナイス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 。え、下めっちゃ押しとるやん。ナイスすぎでしょ。来てんな。ナイス。亀取るか。盗まれる前に。あー、なんか盗みに来てるやついるぞ。大丈夫？盗まれてない？盗まれてないよ。危な。ビビらせんなよ。おー、サーナイトなってんじゃん、こいつ。ふざけんな。あー、ゴールできなかった。取り残された。オッケー。これ、カビいけるよ。捕まえて殺そうぜ。みんなで。みんなでやれば絶対いけるって。無理か。ちょっと厳しいか。ルッカリを助けたいな。それはでも深追いしすぎな話があって、こうね、偏差打ちを決めると、逃げた方がいい。ショックで削っておきたくて。いや、痛すぎ。痛すぎ、痛すぎ、痛すぎ。あはバナが強くなってる。やばい、全然話変わってる。エースバーンもいなければさ、ゲンガーもいない世界来て、なんか不思議バナがめちゃくちゃ強いっていう。慣れないなぁ。7アシストしてるけど、キルが全然できたな。ちょ、サーナイトなっときたいんだよなぁ。あー、これみんなで倒せばいけるか。当選もすんな、マジで。黙れ。よし。ねえ、またキル取られた。いいけど。チームだよ、僕たちは。ワンチームだからね。ちょ、亀取るぞ。来てないうちに。あいつらバカだ。上、2個取ってる。いや、2個取られても、まあまあ点数取られるからな。あんま良くはないけど。怪力削れて大丈夫か、お前。あー、出た出た。誰事してる。オッケーオッケー。サナになった。危な。オッケー。まあ、これで追っ払ったから今のうちに亀取れるっしょ。オッケーオッケーオッケー。サンダータイムそろそろ来るね。さあないといいな。ちょっと戦いやすくなったといえばなったよね。エースバーンとかその辺の競合するやつが弱体化入ったおかげで。偏差打ちがまあまあむずくて。動きながら打てんのは強すぎる。けどまずいわ。あ、まずいまずい。ちょ、待って待って。許して許して。OK。バカが。くたばれ。バカ野郎。ちょ、みんなで倒すぞ。カビゴン。捕まえろ、捕まえろ。あ。ちょ、ウルトか。やばい。でも言うて僕、殺された数よりは殺してるからね。味方がめちゃくちゃキルしてんな。つぜえ。岩パレスもさ、岩パレスはタンクだから、あれか、タンクは特に調整入ってなくて、まあ、3体とカビゴンが主流ではあるけど、なんかシェア分け合ってるって感じだよね、あの辺は。僕のイメージだけど。怪力、えぐ。怪力全然変わっとらんやん。やばいの。まずいまずい、なんかウルト打ってるやついる。追っ払った。拾うか。この残りを。あー、下、あのサンダーみんなで行っていいんじゃね。
取れるっしょ。あ、厳しいか。あ、別を殴っちゃってる。来てなくて。オッケー。全員で取ったから、これで多分ゴール差は取り返せるはずで。ピカ様、死ななかった。え、あぶねえ、負けたかと思ったよ。ヒヤヒヤさせんなよ、マジで。怖っ。10アシストぐらいはしたはず。11アシスト。怪力がすご。7キル11アシストしとるわ。まあまあ、GG なんじゃないですか。お疲れっす。